患者さんの話をしっかりと聞いたり、コミュニケーションを図ったり、患者さんがああしてほしいな、こうしてほしいなっていうことはできるだけ受け入れるようにしています。そこから信頼関係も築き上げていくことができるので、私はそういったコミュニケーションは一つの大切な要因だと思っています。患者さんに感謝された時や喜んでもらえた時は私もすごく嬉しくて、もっと頑張ろうと思います。またこの人に見てもらいたいなと思っていただけるような歯科衛生士になりたいです。受付をしていて心がけていることは、患者さんに安心してもらえるように常に笑顔でいることと、患者さんの立場に立って居心地の良い空間を提供することです。当院は院長はもちろんのこと、在籍するすべてのドクターは他でもとても活躍されている優秀で素晴らしいドクターです。その環境で仕事ができることに私はやりがいをとても感じます。そんなドクターや DH とともにチームとして一緒に仕事に取り組めるよう、自身のスキルアップに力が入るのも納得できる職場だと思います。仕事を通して患者さんにこの人なら話せるなと思ってもらえる歯科衛生士になりたいです。木林歯科医院は保険診療、自費診療、あと外科の治療など幅広く知識を得ることができます。ぜひ一緒に働きましょう。私のモットーとして、真摯な心、それから明るい笑顔、そして美しい姿勢というのをモットーにしてますので、それを守りつつ、これからも、この人と一緒に仕事がしたいなとか、一緒の時間を共有したいなと思っていただけるような人間になりたいなと思っています。すごく話しやすいです。丁寧やし明るいし、何か聞きたいことがあっても何でも質問ができます。